はいどうもこんにちはす、ムンスケでーす。好きな必殺技は波動拳でーす。よろしくお願いします。はい、ムンスケはですね、試合後にキラーがどんなパーク構成で来ていたのかというのを見るようにしています。それとキラーがどれぐらいの連動の人だったかっていうのも確認するようにしています。それによって反省とかもできますし、次同じキラーが来た時の対策にもなったりするので大事だと思います。はい、さあ本日はどんな一期一会になったんでしょうか。本編をどうぞ。はい、アザロフの休憩所、ハディカウルでいきます。マップ中央か。デススリンガー来てる。来てたねー、デススリンガー。真ん中の方に逃げてきたか。回り切るまで頑張れ、ジョナバスケス。よしよし、オッケーオッケー。
ナイスナイス、連携いいよ。ありがとう、完璧な連携ですよ。ちょっと回復しちゃおう。この辺に通ってもないかな。ちょっとお宝あさろう。あ、そこ地下やな。うん、多分通るよ。そして打開策距離離せるからね。ナイスナイス。え、クローデットがダウン。ジョナバスケスダウン。あと2台か。回してプレッシャー与えるか。はい、避けていく。打開策。1,2,3。ここでこっち側2台ないかな。こっち側に2台あればそこ直しきればいいだけやねんけどな。ここで一人やってる。じゃあこっち側もやるか。救助は位置的にレオンかな。いや、チェイスかな、あれ。チェイスじゃなさそうやね。救助行ってるっぽいな。よし、回し切ろう。
ゲートが目の前やし、なかなかいいぞ。ちょっとジョナは申し訳ないな。お、避けてるぞ、避けてるぞ。あ、食らったか。まだ避けてる。あ、クローデットが食らう。マジで大丈夫。あー、クローデットダウン。さすがにゲートは開きそうやな。うん、開くな。はい、お疲れ様でーす。デス3怖え。ちゃんと後ろを見ながら走らんと森打ち込まれるからね。本当に後ろ見て走るの苦手な人は気をつけてくださいね。結構一時よりだいぶ減ったけど、未だにやっぱ使う人はうまいっすね。ふう、それでも3人脱出できたかな。お、上出来じゃないでしょうか。あ、パーク揃ってない。たのにうまかったと思うけどな。バベチリとかついてんねや。へー、センティメント。なんでトーテムパークついてなくてセンティメント発動するのむずないか。これはパークの妙ですね。センティメントとバベチじゃなくて他の遅延パークがついてたらもっと厳しかったはずですね。どう、危なかった。ラッキー。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ムンスケでした。アリアス。デッドバイデッドバイデッドバイデデ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 デッドバイデッドバイデライト。